ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。やばすぎる。そんなに顔面蒼白になってどうしたんだ？いや、なんでこんなに寒いの？今年の秋はどこに行ってしまったのよ。確かに今年の秋は全然秋っぽくないよな。こんな寒暖差が大きかったら風邪をひいてしまうぜ。だからあったかくなる話を聞きたいのよ。お、それは不利か？そういえば前もこの流れでとあることを紹介されたわね。ということは、ああ、想像通りだぞ。じゃあ今回は絶叫の恐怖映像画像7000を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一つ目は謎の力についてだぜ。今から紹介する映像は全てが謎に包まれた映像なんだよ。少しもわかっていないの？ああ、今から紹介する映像はどこの国で撮られたのかがわかっていないんだ。わかっているのは今年の夏に撮られたということなんだよ。ほうほう、その映像は一体どんな映像だったのかしら？じゃあ早速だがその映像を見てもらおうか。了解。ということで早速その問題の映像を見てもらったんだが、謎が多い動画だっただろ？なんか色々と情報量が多すぎて混乱しちゃったわ。何が起きたのか教えてちょうだい。了解だ。まずこの映像で最初の方に女の子とお母さんがダンスを踊っているんだが、そこはまず何もないぜ。私は最初に見た時ちょっと取り憑かれて不気味な動きをしていると思ったがそれは違うみたいだ。それ私もちょっと思ったのよね。でもそれは楽しく踊ってただけか。そう、だけどその直後にその女の子が耳を押さえて苦しみ出したんだよ。それに加え奥の方に立ってる別の女の子にも異変が起きるんだ。その異変というのが。なんかバタバタしてたけど？霊夢の言う通りもがき苦しんでいるような感じになっているんだ。しかもよく見てもらえばわかるが、宙に浮いてるんだよ。確かにあそこまでバタバタしてるってことは浮いてるってことか。冷静に考えると色々起きすぎてヤバそうだわ。それでその光景を見た母親ともう一人の少女は怖くなって逃げ出してしまったというわけだな。そしてこの宙に浮いている少女は、どうなってしまったのかしら？もしかしてこのまま命を落としたなんて言わないわよね？それがこの映像に関する情報というのは全くないんだよ。だからこの子がどうなったのかわからないし、なんでこのような現象が起きてしまったのかもわかっていないんだよ。うわぁ、マジか。じゃあさ、この映像を見た人たちはなんて言っているのかしら？それがこの映像は本当にポルターガイストのような現象だという人と、フェイク動画だという人の意見が対立したんだな。まあ情報がないんならこういう意見になるのもしょうがないとは思うが、霊夢はこの映像をどう思う？正直私はこんなことが実際に現実で起こってほしくないからフェイク動画だと思いたいわ。二つ目に紹介するのは人形だ。今から紹介する映像もなかなかに不気味で不思議な映像となっているから心してみろよ。わかってるわよ。じゃあまずは先に見てもらうとするか、ということで問題の映像を早速見てもらうぜ。あれ？この人形って電池式なの？それなら動くのはおかしくない？ちょっと、詳細を教えてちょうだいよ。しょうがないな。まずこの映像は海外の TikToker が投稿した映像になるんだ。それで映像を見てもらったからわかると思うんだが、映像には人形が映っていて、その人形は電池が入っていないのにもかかわらず動き続けているんだよ。そうよね。あの人形はあからさまに電池を入れてくださいって感じだもんね。ああ、投稿者もこの人形は電池で動くけど、今は電池が入っていないというように服をめくって電池を入れるべき場所を映しているからな。この人形が電池で動くということは確定だと思うぜ。じゃあなんでこの人形は動いているのかしら？めちゃくちゃ不気味だよな。ちなみになんだが、この動画を見た人がたくさんいるんだけど、その人たちは霊が宿っていると言っていたみたいなんだよ。まあ人形には霊が宿りやすいなんてよく言うからな。確かによく聞くわね。ということはこの人形も何かしらの幽霊が入り込んでしまったってこと？だから勝手に動くことができるようになったのかしら？そう考えることもできるぜ。だけど意見はそれだけじゃなく、技術的な意見も中にはあったんだよ。ほうほう？それは一体どんな意見だったのかしら？まあ簡単に言うと、この人形を改造して別の場所に配線を動かしている可能性もあるということだな。だから投稿者が映している電池を入れるところはダミーだってことになるぜ。ああ、でも確かに電池駆動の人形だったらそういう細工がしやすいからこういう映像を撮れるかも。ちなみにこのことに関して投稿者は人形に一切細工をしていないと発言をしているんだ。だけどここまで不気味に動いている人形を見ても何も動じずに映像を撮っているところから、私はちょっと怪しく感じるぜ。確かに電池が入ってもいないのにあそこまで元気に動き出したら普通じゃいられないわよ。私だったら絶対にパニックになる気しかしないわ。ほんとだぜ。
まあこの人形が動いているのが幽霊のせいなのか細工をしたせいなのか、本当のことは分かっていないが、もし霊が宿っているのであればちゃんと成仏してほしいな。マリサの言う通りだわ。三つ目に紹介するのはユーマだぜ。今から紹介する映像はウクライナで撮られた映像なんだが、そこには不気味な存在が映し出されたんだな。不気味な存在ねえ。もう今日だけでもそういった存在への耐性がついちゃったからな。この私を驚かせることはできるかしら？お、やけに強気だな。じゃあ早速その問題の映像を見て恐怖してもらうとするか。いいわよ、早くかかってきなさい。ということで見てもらったんだが、どうだった？何よあれ、なんか変なのがいたわ、あれは一体何なのよ。まあまあ落ち着けって、まずは概要から話していくが、さっきも話した通りこの映像はウクライナで撮られたもので、それを YouTube に投稿したんだ。この映像を投稿した YouTuber は普段他の映像を撮っているにもかかわらず、この日だけ不気味な映像を投稿したんだよ。ああ、日常的にこういった怖い映像を撮っている人ではなかったのか。普段はどういった映像を上げているのかしら？普段は愛犬の映像を撮って投稿しているみたいだぞ。だからこの映像はそれらの映像と比べてかなり異質なものとなっているんだ。確かに普段のジャンルに比べたらかなり異質ね。それで投稿者はなんでこんなところにいたの？それがこの時立ち寄った山に古井戸があったみたいでな。投稿者はその古井戸に興味を持って、その古井戸を撮影したらこいつが映ってしまったって感じみたいなんだよ。だから本当に偶然って感じだぜ。ただの偶然であんな怖い生物に遭遇するなんて強運の持ち主と言っていいのか悪いのか。でも映っていた存在は一体何だったの？しっかり見てみるとその映像は光っている目が二つあり、口のようなものもあるように見える。だから簡単に言えば私たちと同じように人型をしているということになるな。人型の生き物？ということは人間？でもそうだとしたらなんでこんなところにいるのよ。それがこの映像に関する情報はめちゃくちゃ少なくてな。この不気味な存在が何者でなんでここにいるのかとかは全くわかっていないんだよ。だけどオカルト好きな人たちがとあるコメントをしているんだが、彼らは悪魔だと言っているんだ。あ、悪魔？そんな危険な存在がこんなところに生息しているの？その他にも、チェルノブイリ事故で命を落としてしまった人の幽霊といった意見もあるから、何かしらの念がここら辺には渦巻いていそうだぜ。なるほど、ここはチェルノブイリと関係している土地だったのね。じゃあいろんな可能性がありそうだわ。四つ目に紹介するのは謎の影だぜ。今から紹介する映像も海外の TikToker が投稿した映像なんだが、そこには庭の映像が映し出されているんだ。ふむふむ？それで？そこに一人の少年が映り込むんだが、説明するよりも見てもらった方が早いな。ということで問題の映像を早速見てもらうとするか。了解よ。よし、ということで問題の映像を見てもらったんだが、何か違和感はあったか？いや、違和感しかなかったでしょ。まあそうだよな。この映像は防犯カメラが捉えた映像になるんだが、映っていた少年が何者かに接触されたような感じになっていたんだ。だけど見てもらってわかるように、周りには誰もいないんだよ。本当に不思議な感じだったわね。透明な何かが少年を襲ったってことよね。簡単に言うとそういうことになるな。だけど一応注意深く見ると、ちょっとした黒い影のようなものが少年を襲っていることがわかるんだ。でもその影の正体が何者かは確認できないぜ。謎しかないじゃないの。でもやっぱり出てきたり消えたりするってことは幽霊なのかしら。それにしてもこんな生きている人間に触ってくる幽霊なんて怖すぎるわ。ほんとだよな。ちなみに霊夢はこの映像の影が何者なのか気になっているだろうけど、この映像に関する情報っていうのがあまりないんだよ。だからこの影の正体はわかっていないんだ。なんか今日紹介してくれる映像って謎が多いわね。まあそっちの方がガチな感じがして怖いんだけど。でもあの少年をあそこまで勢いよく弾き飛ばしたってことは、何かしら起こっているのかもしれないわよね。そうだな、少年が失礼なことをしていたのかもしれないぞ。でももしかしたら幽霊が生きている人間に対して八つ当たりをしたのかもな。幽霊も八つ当たりしてくる時があるの？そんなの迷惑すぎるじゃない。ただでさえ八つ当たりされたくないのにそれが幽霊からなんて勘弁してほしいわ。5つ目はポルターガイストだぜ。
今から紹介する映像はアレックスさんという TikToker の方が投稿した映像なんだが、彼は家でめちゃくちゃ怪奇現象が起きていたみたいなんだよ。もう家で怪奇現象が起きるなんて最悪よね。じゃあ流れ的にその家で起きている心霊現象を撮って TikTok に投稿していたのか。まあそうなんだが、アレックスさんは心霊現象が怖かったみたいで引っ越しているんだよ。だけど引っ越し先の家でも心霊現象が起きてしまっていたんだ。すごい悲しいよな。え？それってもう幽霊がついてきてるんじゃないの？それでどんな心霊現象が起きるのかしら？じゃあ簡単な説明はここら辺にしてその映像を見てもらうとするか。わかったわ。ということでその問題の映像を実際に見てもらったが、典型的なポルターガイストって感じがするよな。ほんとよ、あんなに椅子とか扉が勝手に動くなんてなかなかないわよ。ああ、映像に映し出されている物が手当たり次第に動いているように見えるぜ。しかもポルターガイスト現象の他にも変なオーブみたいなものも映り込んでしまっているからな。心霊現象のオンパレードって感じだわ。それでこの映像に関しては何かわかっているの？一応この後投稿者の友人と一緒に心霊現象の原因を調査していたんだが、その調査中の映像にもとんでもないものが映り込んでしまったんだよ。ということでその映像も見てもらおうか。わかったわ。はい、というわけで調査中の映像も見てもらったが恐ろしい存在に気づいたかな？恐ろしい存在か、私にはわからなかったな。でも投稿者って変わり者じゃない？部屋にマネキン置くなんて普通の人はしないわよ。もしかしたらデザイナーの方とかかしら？何を言ってるんだ？この映像にマネキンなんて一切映っていないぞ。もしかしてだが、霊夢が見たマネキンっていうのは赤い服を着た人か？そうよ、もしかして。そのもしかしてだぞ。この映像に映っている赤い服を着た人が恐ろしい存在だ。しかもよく見てもらうとわかると思うが、最初のガラスに映っている時は友人の横にいるはずだったんだ。だけど投稿者が振り返る時は投稿者と友人の間に瞬間移動しているんだよ。言われてみるとそうね。ということはやっぱりこの存在がこの家の心霊現象を引き起こしているということかしら？私的にはこの家に住んでいる霊というよりかは、この男性に取り付いている霊という気はしなくもないんだけどな。確かに前の家でも今の家でも心霊現象が起きているならその可能性はあるわね。じゃあ早くお祓いに行ってほしいわ。6つ目に紹介するのは未確認飛行物体だぜ。今から紹介する映像はバージンアトランティック航空の飛行機が、ニューヨークにある空港を離陸するところを映しているんだが、その映像によくわからないものが映り込んだんだな。なるほど。その存在は一体どんなものだったのかしら？じゃあ先にその映像を見てもらおうか。あれ？なんか飛行機の上のところを黒い物体が飛んでいったわね。そう、しかもその物体は飛行機を追い抜いて飛んでいったんだ。この大きさや速さなどから現実的に考えると、霊夢は鳥とかだと思っているだろう。え？違うの？まあ可能性的に絶対にないとは言い切れないんだが、この映像に関しては鳥というよりも、UFO やユーマなんじゃないかといったような意見が多数あったんだ。まあよく見ると鳥ってあんなに速いのか？ってなったし。いくらカメラだからってあそこまで羽ばたいている姿が見えないのかなって疑問には思っていたわ。でもこの存在は分かってないんでしょ？霊夢の言う通りこの謎の物体が何者なのかははっきりしていないんだ。ちなみに私はこの大きさだから UFO というよりかはユーマじゃないかって思うぜ。確かにあんなに小さい UFO なんて見たことないもの。まあそもそも UFO なんて見たことないんだけどね。最後に紹介するのは白い影だ。今回はずっと映像を紹介してきたが、今から紹介するのは画像になっているぞ。あらそうなのね、ということは心霊写真とかそういう類かしら？ああ、まあ百聞は一見にしかずという言葉もあるからな。先にその画像を見てもらうぜ。ふむふむ、
みんな仲良さそうでいい写真ね。普通に見ればそうだな。この写真は Facebook に投稿された写真なんだが、この写真の右上の方を見てみるとなんか不思議な存在を確認できるんだ。あ、白い影が映っているわね。しかもよく見るとこの影が姉妹たちを見ているようにも見えるんだ。それで霊夢に驚きの情報を教えてやろう。というのもこの白い影は100年以上前の人の霊なんじゃないかって言われているんだな。え？ 100 年以上前の人？なんでそんなことが言えるのかしら？それがこの白い人影の服装がビクトリア朝の時代のドレスに似ているらしいんだよ。だからこの人影は、ビクトリア朝時代に命を落としてしまった人なんじゃないかと言われているんだ。へえ、それはなんか歴史を感じてすごいわね。だけど人によっては光の反射とか加減とかで幽霊みたいに見えてるだけなんて意見もあるからな。この白い人影が本当の幽霊なのかどうかは私にはよくわからないぜ。だけど明らかに人影みたいになってるから私は幽霊だと信じたいぜ。確かに、しかもこの姉妹すごい楽しそうだもんね。こんだけ楽しそうだったら幽霊も仲間になりたくて近づいてくるのも無理ないわ。確かに霊は楽しそうなところに寄ってくるなんてよく言うからな。もしかしたら霊夢の言う通り姉妹に釣られて映り込んでしまったのかもしれないぜ。そう聞くとやっぱり幽霊も楽しみたいのかもしれないわ。なんか最後にほっこりできて満足よ。それはよかった。ということで周りにいる幽霊さん、霊夢は楽しいやつなんでぜひ霊夢のところに行ってみてはどうでしょうか。ちょ、それはやめて。ということで絶叫の恐怖映像、画像7000を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。